これはちょっとその前に一言言っておきたかったことですけども、今日本の中にある本、日本の中でごめんなさい、世界の中にある本、本っていうのを大きく分けるとですね、著作権切れの本が 20%、 絶版品切れが 70%、 実際のビジネスとして本屋さんなんかで流通してるインプリントの本っていうのは 10% しかないって言ってるんですね。ですからこの 70% の本っていうのはある意味では出版社がビジネスをしていない本なんですね。この本をどうしたらいいんだろう。ほとんどはこれは図書館に置かれてると思うんですね。紙の図書館に置かれてると思うんですね。で、紙の図書館に行けばこのアウトプリントの本は読むことができると思うんですよ。だけどそれをデジタル時代にみんなが読めるようにしたいじゃないですか。だから出版社がある意味ではビジネスを放棄してるんだから、そこのものをやろうじゃないかって、まあこういう意味でデジタル そのアウトプリントはそのレンディングというのは貸し出しができなきゃいけないということを僕が言ったらですね、猛然と出版社の人に怒られちゃってですね、冗談じゃないと、こんなこと関係ないと、ビジネスなんか放棄してないと、俺たちはこれを全集にしたり文庫にしたりするビジネスチャンスを待ってるんだって言われたんですね。冗談じゃないですよね。まあ冗談も休み休みに家なんて言ったら出版社の方いるから怒られちゃうかもわからないですけど、まあ 70% 全部がそうじゃないでしょう。100歩譲って、まあじゃあ 35% はそのビジネスチャンスを待ってると言ってもいいかもわかんない。しかし残りの 35% はおそらく完全にこの世の中からまあ埋もれちゃってる、著作権があるけれども生まれちゃってるものだと思うんですね。そこからやり始めたっていいんじゃないかと思うんですね。青空文庫はまあここをやってるわけですね。インターネットアーカイブももちろんここからやってるわけです。 Google も最初ここからやってるわけです。 Google の場合はある時から全部やり始めたわけですけど、さてそのオープンライブラリーにじゃあ上げていこうということです。これがオープンライブラリーの実際にこのオープンライブラリーはありますので、皆さんがアクセスしていただければいいと思います。ここに、Other Book って書いてありますね。ここに本をのアドするわけですね。そうするとこのオープンライブラリーの図書カードを記入するようなことが出てくるわけです。ここはもう日本語で入れることができるようになってます。でこれを全部入れて、ここの書誌の ID ですね、この書誌の ID、 このところはさっきインターネットアーカイブに上げたときに ID がもらえるので、その番号を入れるわけです。そしてアドしてやると、そうするとですね、表紙を入れるかって聞いてきます。表紙を、書影を入れるかって聞いてきますので、これをこのままやれば、まあ割とそっけないこの書影が入っちゃうんですけども、まあたまたま小さなメディアの人であったんで、これはこう選択してこの画像だって指定してやるとですね、こういうふうに入ってくるわけですね。こういう形になってくる。でこれで私の図書カードができてくるってことですね。ところでオープンになって誰でも使える形になってくる。そしてここにいろいろ書いてある、リードボロー、バイなんて書いてありますね。リード、ボロー、バイ。ボローとバイはですね、今まだこうディセーブル、ハイライトしてないですね。まあこれはだからいろいろな問題がまだ残されてるわけですね。ただもう時間の問題だと思いますよ。そんなに長い時間はかからない。ボローも貸し出しも販売っていうこともできる。まあ販売はインターネットアーカイブがやるんではなくて、インターネットアーカイブが指定された、版元が指定した販売所、紀ノ国屋さんなら紀ノ国屋さん、丸善なら丸善というところに飛ぶように指定することができるわけです。ボローは図書館に行くような格好になってるみたいですね。で、まあもちろんデジタル時代のボロー、まあ、レンディングっていうのはやっぱりそのよく考えなきゃいけないですよね。やっぱり無制限にレンディングされたら出版ビジネスというのはできないわけですから、当然紙の本を借りたときに貸し出し期間が1週間だとか2週間だとか決まってますよね。そういういくつか その決まりっていうんですかね、そういうことで行われていくと思います。ちょっとここを大きくして見てみましょう。そうですね、ここはリードです。リードのところ、まあ、リードの前にボローはこれちょっとディスエーブルになってるって言ってましたね。でこのリードのところをちょっともう大きくなってるのかな、少し大きくなってますかね。見るとですね、リードオンライン、オンラインですぐ読むか、 PDF で
落とすか、プレインテキストが欲しいのか、デイジーが欲しいのか。デイジーっていうのはもう今日今朝あの朝あの視覚障害者 の, あの松井さんなんか来てましたけど、音声読み上げですよね。デイジーで行くのか、 EPUB がいいのか、モビオアセンドトゥキンドルなんて書いてありますよ。これキンドル欲しいのか、あらゆるデバイス、まあもちろんこれがあらゆるものじゃないけど、これがどん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 下に増えていくっていうことですね。ですから皆さんがお持ちのあらゆるデバイスに対してこのデータが配布されていくっていうことですね。そういうような方向になってるわけです。そして今これは小さなメディアの必要、これを EPUB、 まあ EPUB のデータなんですけど、これを Voyager の、まあ、ずっと Voyager が使ってる T-Time っていうビュアーなんですけど、この T-Time っていうビュアーは今 T-Time 6っていうバージョンになってるんですね。6っていうバージョンになってる。T6i って通称 T6i って言ってるんですけど、 T-Time 6 iPhone、iPad、EPUB エクステンションって、まあ、言うと長いんですけど、こういうですね、ですから長いから T6i、T6i って言ってるんですけど、 T6i でこういうことが見えるようになって、世界の標準の EPUB のデータを縦書きに何ら変わらずに見ることができるようになっているという状態です。 EPUB データ縦書き表示、まあ、EPUB っていうのは世界 の, そのなんて標準化を決めてるところなんですね。ですからそこで標準化、日本語っていうのはの書き方っていうのは標準化してもらえばそれで問題ないんですけども、皆さんホームページ www のホームページを使ってますよね。皆さんあの縦書きになってないじゃないですか。なんで縦書きにしないんですか。皆さんはそれを縦書きにしたいと思ってもですね、我慢したんですよね。我慢して何を手に入れたかって言ったら、世界の共通性を手に入れたんですよ。ああいうふうに書くことによってですね、皆さんが作ったものは全世界の誰もが見ることができる、そういう共通性を手に入れたわけですね。いや俺は日本人だけ見りゃいいんだって、もしやったらですね、縦書きも何もできると思います。しかしそうしたら世界の共通性は得られないわけですね。これはまあ苦しい選択ですよね。だけど ebook っていう出版物になるわけですから、ウェブページならまあそれでも我慢するか、しかし本当出版物になった時にやっぱり縦書きで見たいなっていうことはあるじゃないですか。だからこれは IDPF っていう EPUB の策定の委員会にですね、いろいろモーションかけて我々はやっていかなきゃならない。 Voyager もそのメンバーですから必死にやると思いますけども、ただこれはまあ多勢に無勢っていうかですね、まあいろんな世界の中で決めていかなきゃならないことですから、すぐ決まるかどうかっていうのは分かんないんですよ。だから走りながら歩きながらですね、こうやっていかなきゃならない。今作りたいわけだけど、今は標準化の決まりがない。しかしそれが将来標準化になった時に、とんでもない違う道を歩いちゃったっていうことにならないようにしなきゃいけないっていうことですね。そういうことが重要だっていうことです。